最初にご紹介するのはチャパティ表参道。表参道駅から徒歩5分、お茶の魅力を発信する日本初のティーブランド。素材の良さや製法にこだわった本物志向、スコーンやクレープも楽しめる。お会計を先に済ませて、夕方なら並ばなくても入店できそう。一番人気のスコーンと紅茶のセット、ボトルも可愛い。発酵バターが香るキャラメルオランジュ。塩バターのスプレッドと美味しいハニーナッツ。香ばしい焼き加減。ボトルにたっぷりのアイスほうじ茶。甘すぎない深い香り。キャラメルソースとシトラスコンポートは絶妙な組み合わせ。風味が豊かで口どけも軽い食感。人気のチャパティをご紹介しました。次は最高級の紅茶が堪能できるサロン・ド・テラボンドをご紹介します。表参道駅から徒歩4分、表参道の隠れ家的紅茶専門店。落ち着いた静かな空間。ランチセットとフレッシュフルーツティーをオーダー。紅茶専門店の風格漂う2品。季節のフルーツがたっぷり。ミルクで煮出した濃厚なミルクティが優先ですが、一限でも OK。 染みすぎていないパンをミルクバニラアイスが引き立てる。ふわとろのサンドイッチも美味しい。ベルガモットがオレンジでより豊かな香りへ。支払いは現金のみ。表参道の隠れ家的紅茶専門店をご紹介いたしました。3店目はジャンナッツ表参道をご紹介します。表参道駅から徒歩7分、フランス発祥の紅茶専門店のティーサロン。このラッキーキャッツアフタヌーンティーをいただきます。ジャンナッツの愛猫サムとボーが迎えてくれます。
船旅を思わせる空間。スタッフの方がおすすめの紅茶を教えてくれます。厳選された紅茶と自家製のスイーツで極上のティータイム。自家製ドレッシングが美味しいニース風サラダ。クビトのバゲットも美味しい。キャンドルで温めるティーポットは最後まで美味しく楽しめる。香り立つダージリンのモハン。クオリティシーズンの品質の高い紅茶。上質な素材で店内で作られるデザート。オーク樽の中で熟成されたスモーキーで上品なジャンナッツフレンチオークティー。ジャンナッツの紅茶のお土産も素敵ですね。サムとボーに会いに行きませんか？次にご紹介するのはリベルパティスリー東京。表参道駅から徒歩1分。中東らしい色合いが素敵ですね。職人が手書きした壁の絵も綺麗です。美しくディスプレイされた中東スイーツ。ドバイらしいゴージャス感。焼き菓子やデーツ入りの美しいボックス。美容や健康で注目されるデーツ。こちらはドバイならではの新感覚。そしてこちらは美しいビジュアルのケーキ。ドバイ王室御用達なのも納得です。紅茶や緑茶の美味しさは特筆すべきカフェ。ティーウォーマーで楽しめる紅茶が嬉しい。中東の高級感漂うお茶文化が体感できる。コクのあるピスタチオにマスカルポーネがアクセント。バニラ、シナモン、ベルガモット、カルダモンが香る。少しだけ特別な時間が過ごせます。カウンター席から見えるのは表参道の交差点。リベルパティスリーでドバイのお茶を楽しんでみませんか？最後にご紹介するのはハーニー&サンズ表参道。表参道駅から徒歩1分です。チャフィトラ一番のおすすめのニューヨーク発のプレミアムティーブランド。表参道にオープンした日本初の旗艦店。2階のティーサロンをご紹介します。
開店すぐなので、ゆっくり食事が楽しめそうです。スタッフの方が季節のおすすめを教えてくれます。メニューも説明していただきました。食前ティーはミントバーベナティー。ミントと炭酸が爽やかで食前にぴったり。白茶ベースの爽やかなアールグレイ。シナモンスパイスとハーブのミックスフルーツティー。チキンも有機野菜もたっぷりのワンプレートサラダ。ミニクロワッサンはバターが香る。バレンタインティーのゼリーも美味しい。紅茶が楽しめるだけじゃなく、素敵な料理も楽しめる。紅茶専門店であり、おしゃれカフェ。ハーニー&サンズ。素敵な時間でした。